北海市は中華人民共和国高生地湾族自治区の地球市。新大に発生した新高校湾都市。市名は北部湾の北にあることに由来する。高生地湾族自治区南端、トンキン湾に面する。新の後期初年に初めて北海の長見へ、下強年間に市街が形成され始めた。 1876年のイギリスとの芝生条約により開口上となった。今も当時の領事館や商社、教会などの西洋建築が残る。1949年12月4日、人民解放軍が入場したが、当時は合法権所属の賃に過ぎなかった。1951年1月関東省の少子活となったが同年5月厚生省の指導に委託され、 1952年3月正式に厚生省に帰属した。1955年5月には再び関東省に改められ、1956年には研究士に降格された。1958年にはさらに合佛県北海人民公社となったが、1959年賃となり、1964年には研究士を回復。 1965年6月再び後世に帰属した。1982年観光対外開放都市となり、1983年10月地球市の地位を回復した。1984年4月にはさらに対外開放された宴会都市となり、1987年には合法県を併合している。三四か区一県を管轄下に置く。 関東省北海市関東省近連選区、厚生省近連、選区関東省北海市関東省近連選区、合法選区厚生地湾属地治区北海市近年、外資導入を図って工業立市を目指し、2003年の生産総額は前年比12%増の150億人民元を記録した。ありがとうございます。